はい、今回は筋肉マンですね。実現してほしい対戦についてはね、何度かねこれまで特集しているんですが、今回は実現する可能性が結構高いんじゃないかっていうね対戦をね、あくまで個人的な考えなんですけれども、紹介していきます。で、紹介の仕方なんだけど、対戦カードであったりタッグの組み合わせだったり、まあいろいろ様々な、紹介の仕方をしていきます。では早速いきましょう。まず一つ目なんですが、超人指定コンビ再結成ということで、まあ、早速ね、なんというか可能性動向よりも願望要素が強いものを紹介することになるんですが、自分は再結成今も信じています。ブロッケンジュニアやウルフマンが過去の敗戦を払拭するようなイベントが用意されていたりとか、あとはぐれ悪魔超人コンビが再結成する展開を見るとね、自分としてはこのタッグの再結成を嫌が上にも期待してしまうんですよね。グビグビとかアワワの印象がやっぱ自分強いんでね、ベアクローを装着したロビンはねかっこいいとは確かに思ったんだけど、だから豪快にね勝利を収めることでそういったものを全部払拭させてほしいかなと思います。なんでね、タワーオブバベル逆輸入もね自分はねまだ諦めていません。次にこちらです。ラーメンマン VS ロビンマスクということで、すでにロビンマスクが2回目の登場になるんですが、去年もなんとか言及してましたね、この対戦ね。オリジン編以降新たなる敵との対戦がメインで行われているんですよね。まあ、というか超人オリンピック以降はそういった展開が続いているのかもしれないんですが、そういう意味では馴染みの超人同士の対戦が実現すれば新鮮に感じられるかもしれないですね。そういえば過去にそのバベルの塔の試練が始まる前とかに筋肉マンとロビンマスクが頂上で対戦するんじゃないかみたいな話はしてましたけどね。まあ、それはいいんですが、でところでその多くのねアイドル超人との対戦経験があるラーメンマンなんだけど、本人も発言している通りロビンマスクとの対戦経験はないんですよね。結構ほとんどアイドル超人のほとんどと対戦していますよね。となればおなじみの超人同士の対戦が実現すれば、このねロビンマスク VS ラーメンマンってこのカードが筆頭候補になるんじゃないのかなとは思ってます。まあ、超人指定コンビ再結成の方のがね、どっちが実現するかと言われればこっちの方が可能性高そうなんですが、果たしてどうなんでしょうかね。次にこちらです。筋肉マンのタッグマッチということで、オリジン編以降筋肉マンタッグマッチしてないんですよね。これ意外といえば意外かなと自分は思ってます。再びタッグマッチが組まれるのであれば、実現間近まで行ったアタルと組むことが考えられるんですが、他のメンバーでも十分に盛り上がるかなとはね、自分思いますね。例えばバッファローマンやウォーズマンでもねかなり楽しめるかなと思ってます。まあ、サタンと組めばねすごく面白そうなんだけど、さすがにないかもしんないですね。さすがにね、2人がねタッグ組んだらねギャグの面でもすごくね期待できそうなんですけどね。でオリジン編では悪魔将軍とねタッグを組む構想もあったみたいですよね、当初はね。でまあその構想はまだ生きてるのかっていうところも気になるところです。個人的にはあとこれね、筋肉マングレートと再びタッグを組んでほしいかなと、とにかくグレート出して欲しいかなと思うんですよ。だから中身は誰でもいいんですよね。それこそね当たるになるかもしれないんですけれども、この辺も期待したいところですね。次に、乱入コンビの対戦ということで、中井先生の意向でね再登場を果たしたスクリューキッドなんですが、まあ、中井先生が、まあ、かっこよく描けるから描きたいっていうことだったっていうことをね島田先生がツイッターでお話しされていたんですが、だからティーパックマンとほぼ同じケースかもしれないですね。でいつの間にかねその完結、まあ、エグルの方の完結の称号を得てラージナンバーズにもなっていてですね、まあ、だから対戦もあるんじゃないかなっていうのは自分は予想していますね。やっぱりさっき言ったように中井先生が描きたい超人っていう点がねかなりポイント高いかなと思います。対戦が実現すればケンダマン、まだ生きてるかどうかわかんないんだけど多分生きてんじゃないかな、ケンダマンとタッグを組むのか、それともねこれね VS ケンダマンになるのかっていうのはね、まだスクリューキーと戦うかどうかわかんないんだけど、ちょっとこの辺はね自分はねいろいろね気にはなっています。
で次最後なんですが、サイコマン VS ネプチューンキングですね。今回紹介する対戦の中では実現可能性は最も低いかもしれないんですが、そもそもね2人が再登場すること自体可能性高いとは言えませんからね。しかしそのネプチューンキングが満を持しての再登場となれば、対戦相手はサイコマンが一番ふさわしいかなと自分は思っています。この辺いろんな意見あると思います。例えばネプチューンマンが戦うべきっていう意見も結構多いかもしれないんですけれども、でサイコマン復活に関しては、例えば研究所にある装置で次元的に復活したりとか、あと短時間だけ活動できる予備の体を用意しているなど、まあ様々な方法が考えられるかなと思います。サイコマンはマグネットパワーの使い方をネプチューンキングに伝授しており、その点では師弟関係かなとこの2人は思ってます。その後ネプチューンキングは自分の弟子を引き連れて超人墓場から出奔出ていってしまったんでね、サイコマンのセリフからもね、そのネプチューンキングに対する心象は最悪の状態でしたよね。まあ最低の小物とか言ってましたからね。これらのことを考えると、2人が対戦することでね、様々な熱いドラマがね繰り広げられるだけでなく、ネプチューンキングについて深掘りされる展開も期待できるんじゃないかなとは思うんですよ。サイコマンと戦うことによって結構なんか深掘りしやすいシチュエーションになるんじゃないかなとは思ってるんですよね。まあなんていうかね、実現可能性が高いとか言いながら、ね、なんていうかあんまり関係ない感じになってしまったんですが、今回お話ししたことがいくつ実現するのかっていうのはちょっと自分で勝手にね注目しながら読んでいきたいかなと思います。ということで今回このあたりで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。